はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんスプリンドはゲットしましたか？このスプライトスプリンドというモンスターなんですけれども、簡単に言うとぶち壊れておりましてですね、このモンスター世界を終わらせる能力を持っています。どういう能力を持っているかっていうと、あちらにデビルフランケンがいなくなってよかったなっていうモンスターなんですけど1番2番効果ありまして、召喚条件ね、レベル2かランク2かリンク2のモンスター含んでれば何でもいいっていうのがエルフと同じ、スプライトエルフと同じリンク召喚条件なんでめちゃくちゃ簡単に出ます。はい、で、リンク召喚されたターンにはリンクストアにできないっていうエルフの同じ効果がありますね。まあエクシストアにはできますけど。で、このカードがリンク召喚に成功した場合、デッキからレベル2モンスターを墓地に送るよという、愚かなマイスの方が持ってます。まあ、今回レベル2使わないんで、ちょっとレベル2は適当に読んでほしいんですけど、丸1の、デッキからレベル2モンスターを送るという効果が、まあもうぶっ壊れておりまして、スプリンドとエルフで好きなレベル2のモンスターをデッキからリクルートすることができるっていうことなんですね。縛りがつかずに。あと、ギガンティックスプライトってやっぱ、縛りがついちゃうんですよ。デッキから出してくるのはいいけど、ランク2とかレベル2とかリンク2のモンスターしか特殊化できないって縛りがついちゃうんですね。なんですけど、このスプライトスプリンドプラスエルフっていう動きすると、一切の縛りがなくレベル2のモンスターをデッキからリクルートできると。で、まあ、デビルフランケンっていうね、史上最強モンスターが禁止になってしまったため、まあ別にいっかと思って、コナミさんね、実装したと思うんですけども、レベル2っていうモンスターにはですね、もう本当にゴミみたいなモンスターいっぱいいまして、今回ご紹介している最強モンスターは、ゲールドグラとなっています。このモンスターなんですが、3000ライフを払うとデッキから、エクストデッキからモンスターを墓地を送るよという効果ありまして、で、これで、今回はアークデクレラーっていうモンスターを送って儀式をサーチしてくるんですけども、これ何ができるかっていうと、無限ループが可能となってまして、ゲールドグラと魔剣のムーブを絡めるとですね、サイキック族をこいつに大サイキック族にして無限にこの効果を使い回すことができるんですね。はい。粘土属掃除で。デビルフランケンとやってることは一緒なんですけど、ゲールドグラの効果を無限に使いましてですね、今日はね、このイビデチア・ガスト・クラーケっていうね、史上最強モンスター、これ、儀式召喚に成功した場合に相手の、手札を2枚選んで確認して、その中の1枚をデッキに戻すっていう効果、これを5回使っていきます、一旦に。この効果を5回使いまして、相手のデッキを全部戻した後に、バロネスと、アクセスコーで蓋をしてからワンキルをしていくというね、まあ、実質先行ワンキルみたいなもんです。はい。で、このコンボなんですが、なんと手札1枚から、整列することが決定しておりまして、ゲールドグラがまずそもそも1枚初動。で、例えば、ビギナス1枚初動。それから、まあ、デクレラ・ディバイナー1枚初動となってまして、これ、またはこれ、またはこれ、これどれか引ければ、前半ですが、整列します。はい。対戦ありがとうございました。デュエル、スタンバイ。デビル・フランケンが行ったからスプリンドが許されたっていうね、入れ替わりでデビル・フランケンさんと入れ替わりで、実装されたこのスプリンドさんなんですけども、まあ、悪用方法はいくらでもあるよということで、この白い玉を製造する女を使って今回は最強デッキを爆誕させてきたんでご紹介をしていきたい。まあ、レベル2を含むモンスターがいっぱいまあ出りゃいいんで、まあ、別に何でもいいんですけど、まあ、とりあえずですね、スプリンド出していきましょうと。スプリンドが何をするかっていうと、レベル2のモンスターを愚かな埋蔵すると。はい。もう終わりですよ。そんな効果、モンスターにつけちゃったらおしまい。なんでかっていうと、エルフがいるから。エルフがね、エルフ禁止だったらまだワンチャンね、スプリントも活躍、普通に活躍するかもしれないけどね。エルフ生きてる時点でスプリント実装されたら、それ悪用されるよ。こうなるんだもん。はい。で、ゲールドルから発動します。で、3000ライフを払いまして、あ、これ一応ね、6000ちゃんと払えるように、ね、なってますんで、美しいでしょ。6000ちゃんと払えるようになってるんですよ。6000払って儀式モンスター2種サーチできるようになって、まあ、今回素引きしてるから、バーストバスターをだからまあ別に大丈夫なんだけど、でリンクさんにならないモンスターは邪魔なんでエクシーさんに変えてスーパーインチキムーブ、リンクスターになんねえモンスターはエクシースターにしてしまえば関係がない、エクシースターにしてしまえばリンクスワになれると言ったところで、バトスバスター効果発動。バトスはね、まあ、めちゃめちゃ強いんだけど、これで、召喚権増やしてマクティアで召喚して、で召喚成功時で自分の墓地からアックストレイダー特殊化するじゃないですか。デュエルリンクスだと UR ね、これで戦術族モンスターを作るわけですよ。まずは、なんか適当にこことここで、まあ、なんかスプリンドとエルフはこのゲールドグラをリクルートするための弾だからで戦意速モンスター2体で、追走してイゾ&ルデさん出していく。で効果発動、イゾさんとルデさんの効果によってアックスレーダー持ってきながらイゾルで効果発動装備カードを、墓地送ってリナルド特殊召喚すると実質装備カードがサーチできる。で粘土増幅装置回収で2体のモンスターでリプロ、はい、ブルドックスはリンク先のモンスターの種族とか属性を変更できるよっていう効果があるんですけど、このぶち壊れモンスターの効果によって、このクソみたいなコンボが成立してしまうと。はい、現代遊戯王ね、マジ何でもできますから。はい、でとりあえず装備しましょう。でサイキック属モンスターになったこの虫の効果によって、ライフポイントを払わなくてもあとは一生エクストラデッキのカードを墓地に送るという、まあ、最強の動きができると。でこれ何が起きるかっていうとですね、無限ループが発生しております今現在。サイクレームロードオメガを送りまして、サイクレームロードオメガと、アークデクレアラー、これを戻し続けると、儀式系のカードを一生サーチし続けるということができまして、まあなんか極論デッキの中の儀式パーツ全部かき集めることができます、このコンボをするとね。きめえ動きで、ちなみに墓地に落ちてしまったカードとかも回収できます。これでオメガがありますからね。オメガは何でも落ちるからデッキに、まあ、それがめちゃくちゃ強いんだけど。でコンボパーツはこのイビルチアガストクラーケかっこ召喚ムービーあり、このモンスターが今回キーになってきます。このモンスターが何をするかっていうのはちょっと後でご紹介していくとして、でデクレアラーを戻していく OK で、あとは儀式はサーチすればコンボパーツは揃いましたね。はいはいとでこれで、儀式魔法を持ってきます。でそうすることによってなんだっけ、儀式召喚成功した場合にガストクラーケ君がハンデス効果を持ってるんですね。ピーピングハンデス効果2枚、一応ピーピングしてでどっちかハンデスするっていう効果なんですけど、ガストクラーケさん特殊召喚成功時でまあもうちょっと今回はアイドルハンド全部戻すんで、まあ、1枚でいいです。もはやブラックフェザーか OK でツインシャドウを戻すと。で、儀式魔法のこのぶっ壊れ効果でこれデッキに戻すと自分の墓地の、リチュア回収できるという効果あるんで、これ回収しますと。でゲールドクラ効果発動してアークデクララーを墓地を送るともう1回儀式魔法が持ってこれるということでさっきと同じ場面になっていると。はい、何が起きてるか分かりますか。さっきと全く同じことが起きて手札が相手1枚減っているということなわけですね。あとはこれを繰り返していくだけとあとはこれ繰り返していくだけで相手が勝て死ぬといったところ。さあでガストクラーケさんの、効果を、まあ、ひたすら使っていく。でツインシャドウ2枚引き強いがそれがデッキに戻ってしまうと意味がない。残念でしたね。あなたの手札は今から全部デッキに戻りますけど大丈夫ですか。はい、こんにちは。残り2枚、ラスト。さあ相手の手札がどんどん全部乗っちゃったね。息してる？元気？やべ、いよいよ時間ねえぞ。バロネス出しまして、であとは解消ターンの、デッキトップのドロー、このカードを無効にすればいいんでバロネス出しておけばもう問題ないと。であとはワンキルする打点を作りたいので儀式要素回収しまして、はいでやばいちょっと時間がギリギリ間に合うな。でも大丈夫だ、ギリギリ間に合う。はい、戻す。で戻してどんどん使い回していく。エクストラデッキがなんか20枚とか30枚ぐらいあればこんなクソみたいなことしなくても多分大丈夫なんだけど、15枚しかいいんでね遊戯王ってのは。なのでちょっと戻す必要があるんですよ。はい、それはめんどくさいですからちょっとめんどくせえ。やばい、ちょっと残り40秒なんだけど残り40秒なんですけどどうしたらいいですか、大丈夫ですかこれで。ウェーブロードでこうしてはいはいでこうしてでこうしてでモンスター出してはいでもう一発打ってはいではいもう意味ないんですけどね、あんまりもう意味ないんですけど、まあ、とりあえずこれ強制効果なんで発動しまして、はいちょっとやばいマジでやばい。ちょ残り30秒は本当にやばい。これタイムレスコンボ発動しそう。クルカでって言ってるからもう相手の勝ち筋俺のタイムレスコンボしかないからね。て、まあ、ちょっとリンクしただったら何でもいいんだけど、とりあえずトレーナーユニコーンを出していく。さあワイウスでリンク4、風をつかめ、アクセスコードトーク発動で、これで打点が5300になりました。でセットします、エンドで、相手のこの1枚ドローしたカードを無効にしていけばもう終わりといったところですね。はい、ありがとう、見てくれてありがとう、最後まで対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございましたというか、着席ありがとうございました。最初に取る効果はサウダビスで無効です。遊戯王は神ゲー。